アルジャンタンは、フランス、ノルマンディ地域圏、オルヌ県のコミューン。アルジャンタンは、オルヌ県中央部北よりに位置する。カーンの南約5 5トル、パリの西約1 7 5トルの距離にある。アルジャンタンの町は、穀物生産の盛んなプレーヌ・アルジャンタン地方に位置する。西は、ノルマンディ・ボカージュ地方、すぐ東はペイドージュ地方と接している。南は、 アランソン地方、北はファレーズ地方である。コミューン内をオルヌ川が流れている。グリニッチ守護船がアルジャンタンを通っている。アルジャンタンの古名はベイゴレットムである。ガリア語での VAC は意味が不明であり、リトマイナスはリデを意味する。ガロローマ時代の名はアーゲンテマイグスであった。銀を意味するガリア語のアルジェント、孫とはガリア語で平原や史上を意味している。 街を取り巻いていた城壁の名残である、ダンジョン・サンジェルマン教会、オルヌ川沿いに定住地が築かれ、ガリアの一部族アルウィー族の本拠地となった。中世初期までに定住地は徐々に大きくなっていった。バイキングたちがフランク王国沿岸に到達した後、ノルマン人たちが国家を形成していた911年、かつてのネウストリアの諸都市が、ノルマンディ公国に併合された。 いくつかの文献によると、中世の証として、アルジャンタンはロロに与えられたという。街はすぐ繁栄したが、中世の間続いたフランス王とイングランド王の敵対関係に苛まれ続けた。幾度かの占領と破壊を経験している。中世中期、アルジャンタンの中心部には二つの教会があった。サンマルタンとサンジェルマンに捧げた教会。 そしてベネディクト会派の修道女たちが作った修道院である。アランソン公爵の妻であったマルグリット・ドロレーヌ・ボーがアルジャンタンの都市拡大に大いに貢献した。彼女はカトリック教会や修道院施設の建設を貢献した。ユグノー戦争中の1590年、アンリ4世がアルジャンタンを征服した。フランスにおける産業発展を目論んだコルベールは、 アルジャンタンとアランソンにレース産業を導入し、競わせた。レースの一種、ポアンダルジャンタンが誕生した。第二次世界大戦中、アルジャンタンはビシー政権下に置かれた。アルジャンタンには戦争捕虜や外国人避難民を収容する収容所が置かれていた。ノルマンディ上陸作戦の前夜である1944年6月5日、 アルジャンタンは連合国側による空襲で被害を受け、鉄道駅が破壊された。続く6月6日と6月7日、アメリカ第8空軍の B-17 と B-24 による爆撃で、さらなる被害を受けた。アルジャンタンは、同年8月末まで2ヶ月余り、廃墟のままにされていた。ジョージ・パットン将軍率いるアメリカ第3軍が、第 2SS 装甲師団や、 第9機構師団との8日間に及ぶ戦闘を制して、アルジャンタンを解放した。アルジャンタンは、コミューン内の約8割を破壊された状態であった。戦後、アルジャンタンは、自治体として、レジオンドヌール勲章を授けられた。アルジャンタンは、カーン、ドルー、パリ、アランソン、ルマン、フルール、ラバル、リジューへ向かう道路の交差地点である。アルジャンタン病院は、救急医療、 結果、新、病院は地元出身の画家フェルナン・レジェに敬意を表して改装作業を行った。そのため彼の作品が院内の壁や広場に飾られ、レジェの鮮やかな色使いが検証に用いられている。自治体関連合が運営する競技、レジャー併用のプールがある。コミューン街のパリへ向かう道路に面してアルジャンタン競馬場がある。フリーマン、ロジャー A。 ザ・マイティ・エイス・モーターバックス・インターナショナル・1981・1990・ PP259&260 サービスジュセンターをスピータリエ・ディ・アーゲントン。2008年8月28日へ閲覧。L ・オピータール・レンド・ウン・オマージュ・アフェアノン・レジャー・ウン・アン・ファン・ジュ・ペイズ。2008年8月28日へ閲覧。ありがとうございます。